ラジオペンキンと出版皆さんこんにちは西舘彩出版の中村慎太郎ですこんにちは大城あしかですはいというわけで今絶賛台風が来てるんですけどねえもう僕らは閉じこもって閉じこもって気臭い話を YouTube でしようかなという感じですね <laughs> はい、はい、で今日は、うん、高崎事変がついに完結したので、はい、ちょっと振り返りですね振り返りはいうん そんなことしなくてもいいかなと思ったら、<laughs> ねもう、あしかさんもそんな興味ないし、<laughs> いいかなと思っ思ったらですね、思ったらなんかあしかさんがその話を聞いたとか言って、そうそう、あのー、ちょっとね、仕事関係のお仲間と打ち合わせをしてたところ、あしかさん、西次火出版の YouTube、うちの奥さん聞いてて、<laughs> 高崎の話、はい、めっちゃ楽しいって言ってます <laughs> <laughs> 俺は何がそんな楽しいの、いつも聞いてる。あの奥さんに。あなたも聞いてくださいよと。言ったんですけど、興味ないですよね。同類かと思いました。なあ、その、俺、その奥さんと喋ったほうがいい。じゃ何が面白いって。いや、なんかもう、ずっと、やっぱ、追ってみたいですよ。界隈を。だ、これはさ、もう本当、あの。あれなんですよ。はい。 プロレスファンで言っても、慣れの果てみたいなストーリーなんですよ。内藤対岡田とかじゃないん猪木対馬場とか、そういうんじゃないのよ。なんかもう、あの、新日を3日で雑草した人たが、地方のよくわかんない、なんか、なんか帯広プロレスみたいなところでやってるのを見てるみたいな、そういうもうめっちゃコアな話なんですよ。なるほど。 <laughs> ね。だから分かんないのも、それは無理もないんですけど、はい、まあ始めたものは終わらせねはいかんということで。なるほど。確かに。うん。始まりがあれば終わりもある。じゃあ、この高崎事変と、はい、この話、足利さんがどっちが興味あるかなんですけど、<laughs> 岸田首相が総裁選に出馬しないことを決定しました。はい。それに伴い、次の総理大臣が誰になるかというのがですね、はい。自民党の中の総裁選で勝った人が、え次の総理大臣になるんですよ。はい。誰が出馬してるか、出馬する予定か、はい。知ってます候補、名前が挙がってる人です。えっとね、石破さん。石破さん。はい。小泉慎太郎。慎次郎ですね。慎太郎俺です。はい。慎太郎。もダメじゃないはい。 と誰だっけな、忘れた、2人でしかわかんない石破茂、小泉進次郎、河野太郎、ベルマーレジジイですね、野田聖子、高市早苗、このへんが有名な人で、と外務大臣を務める上川陽子さん、71歳、小林高之さん、これ、知らないんだけど、経済安保省って書いてるね、知らない、知らないですけど、それは。 えー、あと斎藤健さん、経産省、林芳正さん、官房長官、はい、63歳の方ですね、はい、で茂木敏光さん、幹事長。はい、ということで、こんな人が名前が挙がってるわけですよ。うん、じゃあ、誰になれば日本が良くなるのかということですけど、いろんなそれぞれ主張があって、ですね、はい、見て、も分かんないんだ、これが <laughs> わ、分かんないんだ、もうなんかもう、その関与もできないし、はい、そうなんですよね。そう 表がないですからね。そう、表もないし、アメリカみたいに自分で投票するならまだ考えるけど、これに関してはもう何もしようがないっていうのがまず第一点ですよね。そうですね。で、2点目としては、なんかあの、雲の上の話をしてて、よくわからんじゃねん、そうなんですよね。でも高崎事変は、舞台が過去の中学高校だから、もうめっちゃわかるんですよ。身近といえば身近。 君がいた夏の打ち上げ花火ですよ。夏祭りでしたっけそうそうそう。はい。これ、ホワイトベリーしか知らなかったんだけど、ジッタリンジンが元なんそうなんですよ。ね。はい。この前、スナック営業をしてて気づいた。あははは。多分僕持ってますよ、アルバム。本当はい。どっちジッタリンジン。ジッタリンジン。あなたが私にくれたもの、そうですリンが逆立ちしたピアスってはい。あれ、ろくなもんもらってないよね。そうなんですそういうことなんだよね。 <laughs> キリンが逆立ちしたピアスっていうのはもう壊れてるんだよ、ね、<laughs> <laughs> どんなセンスなんだっていうね <laughs> あでもそうか大好きだったのに彼女がいたなんて、はい、まあそれはいるわなっていう感じなのかなキリンが逆立ちしたピアスかまあえっ、ー、とキリンじゃなくてこのパンダの話になってくるんですけど、はいまあ、高崎事変っていう話を、うん、はい えー、まず簡単に振り返りたいんですけど、はい、えーと、これね、だからもう、あのマスクドタキシード師というですね、はい、私をブロックしてる人がいるんですけど、<laughs> <laughs> なんか僕、この前、おすすめ出てきました。うん、<laughs> マスクドタキシードの人、全然何の誰のことかもよく分かんないんだけど、はい、まとめを見たら、うんあの、彼のまとめが載っていてですね。はい これ、あこれちょっとやばいな。これ、これちょっと読みづらいんで、はい、僕がうまくぼやかしながら言うとですね、うん、えっと、まず、舞台は高崎ですね。高崎。はい。堀口哲俊さんの生まれ故郷。うん、でえ、どうやらその同級生ぐらいの人たちが、その、活動していると。はい。で、好き嫌い .com の堀口哲俊,俊のところに書き込まれてくるんですよ。はい。はい ただ本人、堀口千年さんが出てくるわけではないストーリーです。そこは強く言っておきます。はい。はい。てか、その本人書き込んだり、はい、自分のその SNS で何か言ったりってことは一切ないんですよ。そういうことですね。うん。だから、はい、もしかして彼関係あるのかなと誰もが思うんですけど、うん、誰もがそうだとは言い切れないという。なるほど。うん。はい。で、基本的にはやっぱ、 関係がないとは言い切れない言、うん、言いいいいいい切切れれななな <laughs> 難しいですねその辺関係がないとは言い切れないけど、はい、あそうだったんだと受け取ることは絶対にできないっていう感じの複雑なストーリーなんですけど、うんはい、まああの T さんというですね、うんえー、工業高校に住んで建築系の仕事をしてると思われる人がいると。はい で妹が春子さんと言って、うん、春子さんっていうのは、単純に赤城キャプテンの妹みたいな人だからっていう。B <laughs> さんが赤木キャプテンに出る感じなんですいや、分かんないですけどね。分かんないですけどね。はい、で、えっ、ー、と、その春子さんが、謎の怪物、はい、高崎の怪異というやつに取り憑かれそうになったんですよ。ほこら的なやつほこら、ほこらに潜んでた怪異みたいなことな はい、なんですけど、まあ、ほこらも、たぶん、帰してたんでしょうね。<laughs> 高崎にね、ねお盆の周辺に。まあ、あの、一説には、その、横浜の方に宮殿があるという、噂もあって、ほうほうその宮殿にいられなくなったとか、そこに強制執行があったとか、なんかいろんなね、いろんな噂もあるんですけど、僕わからないですよ、はい、これがね。で 春子さんたちが女子会みたいの開いてるところに、謎の会が現れて、うんはい、なんかバックハグして、頭なでなでしたんじゃないかっていうことが、赤裸に書かれたんですよ。ね、はい。はい。ねはい、それどう思いますか、<laughs> まず女子会に現れちゃダメでしょ、ねダでねはい。ダメですよね。ダメですよ。そこからちょっとなかなか厳しいかな。うんうん、うんはい バックハグに関してはちょっと言うまでもなないかなとバックハグはもう罪に問われますよね、そねね男同士でまあそこら辺も性の今、難しいけど、まあ、勝手知ってる仲間で冗談でね、うんまあ、例えば僕と中村さんが同級生で、うんうん、昔からプロレスごっこしてたりとか、うん、そういう間らだったら、全然いいとは思うんですけど、うん、そうじゃなかったら、基本、アウトでしょ。うん、なんか、俺が足利さんにバックハグしたらさ、はいで、抱きつく俺にも引くし、通報してる足利さんでも引くよ、ね。<laughs> <laughs> そうそう。両方気持ち悪い。で、はい。その、春子さんは、実は中学時代かなに、高校だったかもしれない。どっちか、ちょっとわかんないんですけど、高崎の、その、学生時代に、会議に一度取り付かれたことがあって、ほこらに封印してたらしい。こらに封印。で、あの、それはどういうことかというと、この会議は、 結構、その、昔の会だったら、呪文とかで封印するじゃないですか。はい。払いたまえ、木だとまえっって、そうそうだとか。<laughs> で、やっぱ現代的な会になるとそういうの聞かなくなるんで、はあ、二度と近づくなって燃焼を書か,かせて、はは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 。詫びさせたらしいんです。はい。ねその、い階段においてはね。はい。<laughs> そういうあの、まあ、なんか祠にね、潜んでるもののけみたいなものに燃焼を書か,かせるっていうのもなんか、 聞いたことのない話なんですけど。令和、あ、令和で、現代一、現代的な話ですよね、本当ね。平成っ子ですからね。昭和の世代では考えられない。考えられない。で、えっと、で、最近になって、そのバックハグ事件が起きたとか、起きてないとかっていうのがあったんで。ええ、さんと、え、その化け物のカイと、カイのお父さんって人がいます。 一説にはなんか医療系の仕事をしてるらしいんですけどそうです、ね、一説にはねだからお父さんは人間なのかなよくわかんないですけど三者面談をしたみたいな <laughs> 面談ね、はい、その面談の様子とかが結構書き込みで出てくるんですようんだそれもなんかよくわかんねえんだよな、はい、これがねすごい結局ね暇さらあかねさんがこれを紹介するんだけど、うん、彼はまあ 8割9割で事実として捉えていながら喋る感じ、はい、でも僕が見るともうちょっとひなんかいわゆる彼らの言う解像度ってやつが低いので、うん、まあ5割あるかないかもっと低いかもなに見えると、はい、でこの、まあ、舞台が高崎堀口聖さんの生まれ故郷なので、うんはい、え堀口さんと関係あるかなとかなんか,か考えながら見る必要が あるわけですよ、うん、そもそも堀口秀俊嫌いって言って書いてるからそうかそうかその場所に書き込んでるんですねそうだけどそこの今までの文脈を知らない人からすると、うんはい、もう1割もかかんんななないいじゃ何の話かも分からないっていうぐらい、はい、めちゃくちゃハイコンテクストですねたまたまたどり着いちゃった人とかにはもう理解不能みたいなレベルなんですかね そうでしょうね。うん、もうたど、たまたまた。たどり着く人もいて。たまたまいはい、ですよね。やっぱりあの。好き嫌いに開示請求が通ったんですよ。あ、そうなんですか。好き嫌いに書いても、<ー>書いたものの、その。開示請求が通ってしまったと、はい、通ってしま通ったんですよ。はい,はい。はい。で、あの、つまり、そこに誰かの誹謗中傷を書いてたら、開示されて訴えられる可能性があると。うん、はい、はいうん。僕は一個も書いたことないから、全然問題ないんですけど。うん。 まあ僕が匿名で返せたとしたら、例えば、足利さんの悪口返せたとしたら、足利さんが返事したら、IP アドレスが西川さん出版だったと。隣の正解 <laughs> 僕か、うちの子供かどっちか。<laughs> <laughs> <laughs> ね。はい、そういうことがあってですね、うん、でちょっとドッ .com に注目が集まっていて、はい、うん。でそれで 嫌いな好きな人って別にあんま関心が出ないサイトなんですよはい一応あるはある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 けど嫌いな人は誰なんだって見る今フワちゃんが急上昇してるああありそうそでそれの圧倒的1位が堀口秀俊だから誰なのこの人みたいなね思いますよねうんそっか堀口さんは知らない人でもそのサイトを知ってって見に来て「えこの1の人誰?」みたいなそうでも書いてあることが階段だからわけわかんないんだよね <laughs> もう、ううもうコンテクストが。理解できないと。いや僕の、僕をだからその、はい。親民って言われてる、うん、もうめちゃくちゃ詳しい人たちが、うん、はい。僕を全然分かってないっていうのはもう,もうしょうがない。うん。それは、もう彼らは貴重な人生の時間を <laughs>、そこにかなり、かなりつ,つぎ込んでるわけです。かなり。僕だってそこそこ見てるけど、はい。あのー、 まあ、いるじゃないですか。プロレスだってなんだって。めちゃくちゃ細かくて詳しい人。わかるわかる。ね。ガンダムの話してんのに、あのバルカン砲の光景が何ミリ目、何ミリで、何とかの時に何とかに乾燥したから、って、なんかそういう話をしてくる人っているじゃないですか。ね。ますそういう、そこまでやることなんだろうかね。なるほど。ちなみに今日は、ガシマンって発見から1周年だそうです。1周年。 あの横浜、これ、石鹸屋さんだと思う。ソープランドっていう石鹸を売ってるお店ですよね。石鹸屋さん、はい、英国屋47というスレがあって、47七もしれんから。その482番の書き込みに、はい、えっと、以前こちらに働いてた娘がいなくなり、ずっと風俗サイズで探してい,たいて見つけたので予約して会いに行きましたと。と<う>書き込みがあったんですよ。はい 案内された瞬間、すいません、スタッフさん呼びますと言われ、待合室で事の経緯を説明され、そのまま娘とは NG となりました。確かに度重なる連絡や、無料天外旅行の誘いや、彼氏がいるのか疑ってしまい、家を特定したなど発言し怖がらせてしまい、英国屋で NG を喰らい、ここへ中象ここへ中小したのは確かですが、2、3年前の話で、反省し謝るつもりだったので非常に残念な気持ちですというね。 これ書き込みが発見された。なかなかな、ディープですね。うん。これは、これガシマンテって言うんですけど、はい、結局あの、この人が一年の書き込みをしてて、はい。まあ、なかなかですなと。はい。これ怪人ガシマンテって言って、うん、言われていて、あの、だから、堀口さんの裏垢っていうのが、はい、タキシードパンダっていうのがあったんですよ。はい。これはまあ、本人は違うって言ってるんだけど、うん、<laughs> タキシードパンダの、が、 最近、裁判所から電話がいっぱい来ちゃうんですよ、と。言って、はい、着信履歴を重ねるんだけど、はい、その一番上に堀口利利の携帯みたいに書いてあるんですよ。<laughs> <laughs> だから、スーパーハッカーか、本人かなんですけど、はい、まあ、本人でいいじゃないですか、ね。<laughs> 郵便物届きましたって、堀口利利宛ての郵便物とか載ってたりとかするんで、これは裏アカでいいんですけど、ガシマンテっていうのは単純にその、これ爆災だよイダね。 爆炊かなんかに湧いた書き込みなんで、全然関係はないです。だけど、ま結局、関係ないけど、こういう怪人みたいのが結構いろいろ出てくるのがこの界隈で、ガシマンテって言われて、あっ、それは堀口さん関係ないよって、パッと言えないと、リーガル危ないわけですよ。なるほどねだって、これ、堀口さんじゃない、匿名書き込みなのに、英国屋で n g i やったんですかとか言っちゃうと、それはなんでそ違う、関係ないでしょと。 なんで結びつけるんですかって話ですね。そう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 。はい、っていうことになっちゃうわけですよ。はい、なんだこれ。<laughs> なんかついてる。うんすみません、はい。<laughs> はい。あの時計に、時計の底に変ななんか、変なのがついてる。<laughs> <laughs> はい。 でこの会はこれですけどその話はいいとしてで今言ってた会談はそれで死者新民という敗者新民というのが出てきてって話はしたのでそこは置いといて時は流れ2024年7月27日にバックハグ頭なでるがあったからアルコさんが T さんに電話して T さんが来てでぶち切れたっていうのがそれが同窓会事変というそうですね。同窓会変 T さんが来た時はもういなくてタクシーでなんか逃げたらしいんですよ僕はあの、まあ、会議は言葉喋れるんで、はい、まあこれもだから書き込みだからね分、うん、かんないんだけど僕は海外の大一流大学に入学してて、はい、外資系の会社に会社に入ることになってるから高年収期待されてるけど君たちはこんなところで冷房もないところで働いてる大変だねみたいな、はい、めっちゃマウントしてくるみたいななんか。そのの冷房がないところってのは どうういことでしょうねこれも諸説あるんですけど昔冷房がなかった説とかああなるほどねそういうことか当時の記憶で話してる当時の記憶で話してるとか学生時代に違うのはこれ T さんじゃないな確かにこれ難しい話ですねいやもう分かんないこれね結局もう無理なんですよその人捕まえて取材しなきゃいけないんだけどその人いないんだよねまあまあでもその意味が意味がっていうか何かの理由がって言ってるんですもんね だからうこういうのフェイクも入れて書くのが当たり前なんでああそうなんだでもわかんないんですよはいで昔からこういうフェイク入れて話しますっていうのをやったのを見ていくのが結構ネットで例えば有名なやつなんですけど「やるほは風俗店の店員になったようです」ってやるほうは知らない <laughs> <laughs> 知ってるだろ常識,、ね、常識的に考えて分かんないですね常識的に考えてわ分かるあれそれはなんとなく常識先生はいあ多分何とか風俗やるおって言って出てきてなめ、はい、だろ常識的に考えてって常識先生とか出てくるんですけど何かその言葉はなん,なんかちょっと流行ったのは分かって,って、ねうん、でやるおがいろんなこと説明するんですけど、はい、風俗店でこういうことがあったんだよと勤めてるとこういうことがあるんだよって話ですれが伸びてたやつがあるんですよ最終的に なんかバレたっぽくて、突然いなくなるんですよお前、うちの店のこと書いてるんだってこととかフェイクを入れないとそうなっちゃうしね、難しいんですよだけど結構こういうのが日本人は好きなんですね昔からずっとある文化だね俺好きだったのはホラレモンってのがあってホラレモンっていうのは友人とに らられてみみたたたっっちゃいなでだけどそれは釣りだったんですよ。最後に釣りってわかるみたいなのがあって高橋崎事変は釣りは宣言は出てないんですけど最後になんか縦読みで「サビき」とか書いてあるわけですよ。サビきって釣りのやり方だから釣りやったかいみたいな結構こういうカルチャーですよね。 で、はい、えっとで三者面談みたいのをしたりとか、うん、なんだりとかして、はい、うんとまあ高崎のダブルガールだけなんだっけダブルなんとかっていうガールズバーに怪異が現れたとかう、はいう怪異が現れてお菓子の差し入れを大量に持ってくるんだけど。はい そこの爆災にいつもお菓子持ってくるやつシャンパン入れろやみたいな書き込みがあるとか。それは書き込みも消えて爆災のすれごとなくなったという噂もありますね。そこまで追えないけどさ、めちゃくちゃ面白いんだよね。確かに面白いですね。シャンパン入れろやろかが現れて <laughs> 結構だからそのケーキを買っていくみたいな習慣がガシマンテにはあるんですよ、うん、ガシマンテは高島屋で買っていってあげてなんか風俗場ごときにこうわざわざ高島屋で買ってあげてるんだからありがたく思えみたいなことを書き込んだりとかあその怪人がですねそう怪人怪人ガシマンテだからガシマンテが高崎に出ている説っていうのもあったんですよ <laughs> <laughs> これが分かんないってなっちゃうと、もう分かんないんですよ。ね。はい。ねはい、だから、あなたの心にもガシマンテてあるかもしれないわけですよ。ね。なるほど。はい、ガシマンテなって会社の YouTube で喋るこっちゃないけど。<laughs> <laughs> 何やってんだ俺はって。<laughs> で、そうですね。はい、その後もいろいろあったんですけど、うん、警察が出たとか、 警察本家が出てきたりとか会議っていうのはほこらがある具合だから名家なわだから家に育ったものがもののけした姿なんですよ。でその本家が出てきて本家と話をしたりとか会議の代理人弁護士と言われているマンゴーと言われているですね代理人弁護士という人が高崎に出張したかもしれないとかですね えー、その高崎への新幹線の中でこの書き込みをしたのではないかみたいなちょうど書き込みの時間が新幹線と自覚一致してるみたいな、ね、そういう説が出たりとかですね <laughs>、はいまあ、いろんなことがあって、はい、えとあとそうそうそうネットを取り上げられたからああの揉めてるからねネットで揉めてるから、はいえー、高崎の南の方、はい、藤,沢藤沢じゃないんだっけ。まあ、南の方とかに、はい えっと、ある親戚の家に預けられて「快、はいえー、活クラブ」の中で誹謗、えー、中傷的書き込みを絵がしてるんじゃないかという噂があったりほ<う>そこを、えー、警察もしくは警察もしくは親族が取り囲んで、はい、書き込んだ瞬間を抑えて、はい、なんか逮捕されたりとか、えー、という噂もあったりとか、うん、もうその辺が確定しないっていうかこういう話かなって。 思っっってる段階でででもう終わりですすなっちゃったんですよ、うん、ららだから T さんに、はい、と示談が済んだとか、はい、ね、うん、会議と示談するってどういうことかよくわからないんですけど <laughs> あのまた年書書いてもらって示談したとか、はいね、そういう何かがあったっていうわけではいや何かはあったんじゃないかなってとこなんですけど。 であのー、ガシマンテだと思うんですけど、はい、ちょっと今からもう本当汚い話しますよ汚い話もう高崎事件汚いんですよ基本的に <laughs> はいちょっと覚悟して聞きます、はいあのー、ガシマンテが、はいえー、ガシマンテは子供の時に肛門をいじりすぎたんですよ、うんね、でちょっとかなりお尻が緩くなっちゃってるんですよすごいハードなね <laughs> で、あだ名はなぜかアルフォートくんって呼ばれてて、西川出版にアルフォート送ってくれた人いるんですけど、<laughs> 届きましたね。ちょっと食えねえんだよな。ちゃんとあの、クール卓球便できました、クール便で。ね。はい。溶けてたら、いや、ちょっとアルフォート食えないよ。どうしたらいいんだよ。<laughs> 子供に食わせんでも嫌だしね。まあ、足利は食べれるかもしれないです、まあ、食べれるはい。<ん>足いアルフォートの裏聞いた聞いた。なんとなく。それ多分、中野さんから聞きましたよ。ぐちゃぐちゃにして、はい。はい まあそうすると、うん、まあアルフォートに悪いからやめましょうか、ブルボンでしたっけう,う,、ね、あとうちの奥さん、アルフォート好きなんですよ。うん、じゃ奥さんに食べてもらって。俺、食えないな、<laughs> アルフォートー。せっかくいただいたんで。いやーー、きついね。<laughs> <laughs> で、その、まあ、貝は、<laughs> はい、貝じゃないこと、ガシマンっていうか、これ、貝だな。昔、アルフォートくんってあだ名で呼ばれてた <laughs> らしい。 ってていうのが書かかれてたりとかねでこれはもうあのー、ちょっと俺たちのルールでこれガシマンテの話だと思ってください。はい、あの親民たちは細かいことを言うと、うん、そうじゃないとかあるかもしれないんですけど、はい、これはもう全然あのー、この高崎の話と関係ないガシマンテの話なんですけど、はい、ガシマンテは風俗で、はい、いいかと覚悟してちょっとあのこれ18禁ですこっから。<laughs> いくらってなるときに、どこに行くかわかんないんですけど、はいはい、ブリリッとなっちゃうらしいんですよ。<laughs> あの、前から後ろから、ははは、みたいになっちゃうんですよ。後ろから前から、ははは、みたいな。<laughs> そんなこありましたよね。<laughs> 両方から、ね。<laughs> <か>前に突き出た穴と、後ろに引っ込んだ穴から、ね、固形と液体と両方出てしまう。はい ちょっとまあ意識を保つのが精一杯ですね<ー> <laughs> だから筋肉ずるんだって <laughs> ガシマンテですからねこれはいねでガシマンテがこのそういうね、はい、あの自分は友情な格なのに出、はい、禁になることが多いとただ行く時にそん一緒に出ちゃうだけなのにみたいなああなるほどなるほど それはだめだよなって思ってきついですねそれはねつらいよねそしたらあの高崎事変が終わった昨日川崎のとある風俗場がツイッターでお客様がうんち漏らしちゃって困ってますとスタッフで清掃しましたとトイレに行きたい時は行ってねって言って川崎の風俗漏らすガシマンってこれガシマンって出たんじゃないかっていう出現 した,かもしたかもしれないっていう、はい、これはもうあの妄想ですね分かんないですよねができていると、はい、何の話をしても <laughs> 本当ですよ <laughs> <laughs> いやもうきつかったねきつかったねなんで夏に俺しも風邪ひいてたからずっと <laughs> そうかそれをライブで聞いてたんですねんかね全部聞いたよ <laughs> 全部聞いたよもうほんとつらかった <laughs> 何聞かされてんだてね 聞かないいいがですよこれ多分、今更茜かねさんの配信は聞かないほうがいいですね。そうですか。赤木レイヤーとか、まだから聞いてないけど、マスクドタクシードは聞いてないんですけど、マスクドタクシードとかの方がいいんじゃないですかね。まだ、なんだろう、マイルドですか、まだ。いや、短い。あい。短い。なるほど、そういうことか。今更茜かねだって40時間ぐらいあるから。追っかけられないですよね、僕。 なるほどですね、そうそうそう、はい、というわけでですね、はい、えー、高崎事変いうのがあったと、うん、じゃあこれをここで大体終わるんですよ時事系は、はい、ここで終わっちゃったら俺たちはしょうがないなってことに気づいたんですよ、うん、今までしょうがなかったんですよ <laughs> <laughs> なぜこんなに高崎事変のことが面白いと思ったのかっていうこととかね、はいえー、このの高崎事変の 問題点というか、あやふやなところ、はいまあ、あるいは面白いところ、うんうん、そして、この話って、ゴシップなんですよ。はいうところとか、なんで俺たちはゴシップやらなきゃいけないのかとか、そういうことも話していきたいなと。うん、なるほど、ちょい分析的な感じです,そうですね。ちょっとここから本編みたいな感じですお楽しみ えーと、まず、なぜ高崎事変に、が面白いと思ったかっていうと、やっぱ夏とお盆と階段っていうのが、ちょうど、う3つが重なった。で、階段なんだけど、繰り広げられてる場所が堀口さんの好き嫌いだから、合間合間に堀口さんどうなったかなって話が出てくるんで、ちょっとゴシップの要素もあるんですよ。ね。階段だから全然関係ないですよ。はい。絶対関係ないですからね。関係ない。絶対に関係ないんですけど、はい。 えー、怪談いやゴシップの要素もあると、うん、で折口千歳さんっていうのは、はい、いつだったっけな4月とかだったかなツイッターやめて、うん、いなくなってたまにインスタグラムであの、うん、殺害予告とかをかこの場の殺害予告をするだけなんですけど僕らの配信でも、うん、消えたおうみたいな、ね、あそうそうそう,そう、はい、確か。 配信やったはずです。橋下さん、自分で配信してる人としては、一番詳しくないところ、はい。<laughs> そうですよ、本当ですよね。自分が何を聞いたか覚えてない。<laughs> ねしょうもないですよ。ねはい。で、堀口さんが、はい。いなくなったということによる、喪失感があるわけですよ。はい,はいはいはい。やっぱ強烈なキャラクターだったんで、うんうん、ねそこに穴埋め的なストーリーとして、はい、夏の高崎事変が、ほう。 あの高崎事変はもうこれ階段なんで、うん、何度も同じこと言うんですけど、はい、羽根口秀吉さんとは関係ないんだけど、うん、まあもしも堀口さんが高崎に戻っていたら、うん、みたいな,なるほど、ね、要素もある階段なんですよ全然関係ないんだけどうん、うん、ねうん、うん、そういう穴埋めストーリーみたいな外伝みたいな感じです アクイヤアさんは、堀口で年ガイデンとか言ってるけど。<laughs> <laughs> それ言ってないかと。<laughs> それ言っちゃってないかっていう感じはするんだけど、<laughs> ガイデンとは言ってますね。なるほど。はい。で、やっぱ特徴は、はい、よほど暇な人じゃなきゃ追えない。うんなんか、お盆の時間、プライベートの時間をほぼ全部ここに吸い込んでもなお分からないみたいな、そういう世界 <laughs> <laughs> そうなんだ結構ね、この手のやつって、はい、ごちゃん、 とかに書き込みがあって、イチチどこ行ったとか言って、イチどこ行ったとか言ってね。そういうですか。そうチがなんか一日いなくなって、スマン書き込み遅れたあれからこういうことがあったみたいな感じの風にまとめを書いていくはいはい。ね、そういう風に進んでいくんで、ちょっと合間があるんだけど、これマシンガンだからね、本当ね。途切れないそうですか。そうそう。 どんどんマシンガンみたいに撃たれてるからね暇じゃないと追えない暇空茜さんが今多分あんまやることないんだと思うんだよねうんなるほどでまあ暇空茜っていう人のウォッチャー的な見方としては暇空茜の回復ですね回復期間としてすごく機能したんじゃないかなともう突然のことは覚えてないと思いますあんまりそういや石丸真二っていたねとか言ってたしああなるほどね で、あの、まあ、ジャのオーラをですね、取り戻して。うんはい、まあ、黒い、黒きオーラを再びまとって。はい、これから何をするのかってとこですよね。うんうん、もう綺麗な日間空に戻ることはないという感じです。うん、向いてなかったでしょうね、うんうん。それは、そうだと思いますよ。<laughs> <laughs> <laughs> で、はい、で、やっぱりね、あのー。何がとは言わないんですけど、強烈な存在感。うん 何者にも屈しない、火器みたいなものを、この階段から感じ取れるわけです、はい、ね。<laughs> 親にも屈しない。はい。こわもての先輩にも屈しない。はい、警察にも屈しない。はい、裁判、司法にも屈しない。はい、ね。うん、唯一負けるのは便、弁意と 性欲ですよね。<で>これ二つに弱いっていう。こういう。生理現象にはね。決して負けない強い力を僕は二つだけ持つみたいな。まあ、<laughs> なんか聞いたことあるんな。<laughs> 愛じゃなくても、恋じゃなくても。ても <laughs> トイレを忘れはしない <laughs> ね。はい。なんかあのー、ね。<laughs> ね奥さんねえ奥さん肛門系の肛門系の話ってでも結構女性好きなんだよねあそうなんですか意外とトイレ系の下ネタ <はい S 2> 女,女子は好きだったりするんですよそれは男子がいるところで絶対しないそれこそ女子会とかでもしかしたらあなんかそうそうしてるかも、うん、かもそう,そ,うそ,う <laughs> そうなんだね<は>い。というわけで、えー、こういう要素があるからボンと流行ったからとお盆で他の話題もないしね 俺たちは、10年、20年後、セミが鳴くのを聞いたら、高崎事変を思い出すんですよ。<laughs> 君がいたな、つの。<laughs> というようですね。ガシマンテーみたいな。名曲なのに。で、ここからちょっと第一歩深めていくと、はい、高崎事変への反応なんですけど、ひまそらかねさんは、うん ここから何か真実があるとここには<う>それを読み解こうとするわけですよ、はいで。得意の認知プロファイリングで書き込みから読み込もうとするんですけど、うん、最初に言ってたことはひまそら信者はひまそらさんの認知プロファイリングは95%ぐらい当たると思ってるんですよ。そうか、そうかって言ってだけど最初にひまそらさんが言ってたことはほぼ外れてる でああ違ってたわって言ってやっぱこうだった違ってたわやっぱこうだった違ってたわや,やっぱこうだったってなっていくんで、うん、だから YouTube コンテンツとして認知プロファイリングっていうのはすごい強いなと思ったんだけど、はい、何の証拠もないから、うん、これを、N、特定の個人とか NPO とかにやったらまず負けるんですよ裁判で実際コラボに対しては負けてるんですけど、うん、コラボに負けた理由は、まあ、認知プロファイリングっていうものが何の根拠もないよっていうことになったんですよ。うんね で僕がすごい気になったのはこの書き込みはマンゴーが書いてる、うん、このブログは文鳥が書いてるとかって断定していくんですよこれマンゴーとか言ってうん、うん、でも多分間違ってるんですようん、うん、本人は絶対そうだと言うと、はい、だけど彼の中でそこに書き込んでる人の登場人物っていうのは、うん 数人しか想定でででききてないいいんすすよはい、はい、そういう言い方できますねもっとまあカルツ軍団が書いてるとしたってカルテツ軍団って50人60人いるんで、はい、その全部を見ないといけないんですよ。うん、例えば僕はあれ文鳥じゃなくて文鳥さんじゃなくて、えー、と一応ね話をする中なんで僕はさん付けで呼びますけど、はい、リバーってやつの方が怪しいと思うんでね。 そういうリバーという人がいるんですね。そう。はいはい、リバーの方が怪しいと思うけど、うん、文体的としてはね。はい、文鳥さんのが全然文章うまいから、うんうん。だけど、暇沢さんはそれ知らないから、文鳥だって断言するわけですよはあ、はあね。そこが非常に危ないですね。確かに。うんそうですね。 信者の人が聞いたらめっちゃ怒るんですけど、はい、狂っちゃってるみたいに聞こえなくもない<ー>これマンゴーです間違いないです」うん、って言うんだけど、はい、根拠が全然わからないんですよ。そうか匿名の書き込みがその人だって断言するの超難しい、はい、そ,うそうですね確かにそれは難しい。うん、で開示してこうだったとか、はい、まあわかんないけどその人しかない文体、うん、あの不思議とねオーラまとってて。 浮かび上がってくる人は確かにいるんですけどうん、うん、僕が見てもわからないですねわ、うん、からない偽で偽って書いてみようっていう人もいるかもしれないですねあ,あそう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 ,そう、うん、なるほどでだからそれを聞いててうん、うん、まあ紙一重だよなと妄想の中でしか生きれなくなった狂人に見えたりもするし、はい、でもその狂人げっていうことは実は真実かもしれないんですよ、うん ななんかすげーコンテンテツだなと思って見て見ましたけどね、はい、登場人物がアルプス軍団の全員の分体とかをちゃんと分析した上で言ってるなら信憑性上がるけど、うん、マンゴー・ブンチョウ・キツネしか分かんないんでこの人はまあ3パターンだけになっちゃいますねああうあとミルージュかミルージュ4パターンはいねでそれは彼がそうだと思ったら自分でそうだと思い込むんで、うん 検証ができないんでですよはい、はいで。検証ができないものって衛生科学なんですよねうん、うん、検証不可能性って言って検証不可能性かつまり占いみたいなものっていうのは科学的に検証できないんで、はい、あの占い自体はまあそのエンタメとしてはいいんだけど、はい、科学でもないんですよ。うんうんで なんだろうね指紋があるとかさ、うん、そういうので同定できれば科学的な根拠となるんだけど、はい、書き込みは難しいよね。うん、IP とかだったらできるけど俺もよくねこれな西葛西出版書いてるとかって言われたりするんだよね、うん、絶対書かないのに、うん、だからつ,つまり僕が知ってる事実は僕に対しては間違えてるじゃないですか、はい、だからやっぱこれも間違えてる可能性が十分にあるなと思ってるんですよ。うん、ね。 でそこに対してカルスプス軍団がどう言ってるかっていうと、はい、高崎事元はひまそらの自作自演だって言ってるんですよ。<ー>その T さんの書き込みとかはひまそらあが自分で書いてると。なんでかっていうと、うん、月嫌いに1分書き込みがあってその1分後には、はい、結構長い書き込みをちゃんと読んだ上で Twitter、うん、でひまそらあが自分で書いてるわけです、はい、でそれは多分貼り付いてリロードしてて最速で書いただけかもしれないんだけど。うん それは早すぎると、うん、自作自演だよ説明がつかないみたいなことをカルツスピスギツネが言っていて、はい、どっちかというのは、うん、足利さんは判断つかないじゃないですか。うんうん、でこれ両方根拠がないんですど。だからヒマソラ陣営の人はカルスピス軍団が自演していると見えるんです、うん、カルスピス軍団陣営の人はひまそら茜が自演していると見えるんです 僕に言わせれば判断つかない。そうですね何やってんの、あんたたちって話なんです。で、これ、シンゴジラなんですね。シンゴジラはい。ゴジラってどういう話か知ってる見たことある。中村さんの鳩とかしか聞いたことないです。じゃあ分かるよな。どういう話どういう話や、でもゴジラが湾、敦賀湾から出てきて、相模湾かな相模から出てきて、どこ行くんでしょ川崎 横浜辺,辺りを荒らしに行くぐらいしかわかんないです <laughs> はいえっとスローガンというかテーマが現実対虚構なんですよ、はいうん、で現実側の総理大臣がいて自衛隊がいて、はいはい、日本国という国家があって、うん、で自衛隊が戦うわけですか川崎の多摩川のところで戦車並べてドドドド,ド,ドンって撃ったり、はいはい、ヘリからミサイル撃ったりするわけだよね、はい、それは全然傷つかないんですよゴジラは、うん、うんうん、ねでえーっと

夜召作戦っていうのを発動してえゴジラが線路の上に来た時に、はい、あの電車に爆弾乗せて突っ込ませて、はい、それがゴジラにぶつかると都合よく上に上がってくんですよほうほうでボン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 って爆発してゴジラがウギャーってなると。 よく考えてください。自衛隊の最新のミサイルとか効かない人に、在来線爆弾効きますかと聞かす。効 <laughs> かないでしょうね。効かないんですよ。はいね、偶然ゴジラがそこにいる可能性も低いじゃないですか。うん、でそうするとゴジラが倒れるんですよね、はいで。都合よく倒れた場所に口があって、そこにゴジラの血を凍らせる、なんか<ー>冷凍剤みたいのを口の中に入れるんですよ。はいはいね、絵面としては、 酔っって寝てるおっさんの口になんか蛍光補水薬みたいなストローで入れるみたいな感じれじゃ倒すんですけどそんな倒し方って現実的じゃないじゃないですか核で倒すのは現実なんだけど核では倒せないんですよ現実だから虚構には虚構を使わないと勝てなくて在来線爆弾新幹線爆弾を使って追い詰めてそれで天の幅切り作戦といってですね えっと、まあ、現実から持ってきたものではあるんだけど、はい、そのあくまでそのゴジラのファンタジー側に寄り添って倒そうとしたと。で<ー>、ね、リアルじゃないんですよそ,その作戦って感じなんですか無理でしょゴジラをさ都合よく新幹線爆弾で倒してその口の中に入れようったって倒れないじゃないですか普通はい,、はい。あ,あなるほどでも虚構ではあり得るとだから漫画の世界みたいな感じです、ね、そう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 、うん、そう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 ううそうそうそそ っていうのは、はい、現実世界で NPO 団体とか既存の利権とか抗菌中中とかで戦ってたんだけど、はい、今現実対現実じゃなくて虚構対虚構になってるんですよ。あ,あ面白い。高崎事変を通じてカルステ軍団もお前の妄想だろうと、はい、暇さら金がつとお前ら書いてるだろうって言ってはい、はい、ある意味では低レベルだしうん、うん、ある意味ではさらにハイレベルなところで戦ってる両方の層がありますね。面白いななるほど だからマンゴーが入ってるって言った時にこれは否定できないんですよ。ひまさらの自演だって言われてるのもこれも否定できないそうですねだから結局は無視しあってお互い妄想力を高めていくしかないですで妄想力だとひまさら陣営のがあるからこっれは有利になるよね現実世界ではひまさらさん顔出せないからちょっと弱いんですよコラボはみんなわらわら出てくるからねただ判決聞くだけに弁護士7人来て で支持者の人もいいっぱい来て、うん、俺もそこにいてこ、はいつ西かさんやなとみんなチラチラ見て,見てたのかもしんないしうん、うんね、そういうリアルなフィールドで戦えるんだけど、うん、こう虚構のフィールドはあか、ね、ウィズ市民たちの方が強いとは<ー>でこの戦いそもそもの戦いは作品を燃やされないように、はい、文化を大事にするような世界を作りたいっていう戦いだったんですけど、うん、その鍵を握っているのが 司法だと思ってたんですね。裁判。はいはいはい。でも裁判も、まさらあはそんな勝てないんですよ。うん。うん。発言が悪すぎるって、うんうん、不利になっていく傾向があると。はい。うん。住民訴訟は違うかもしれないけどね。うん。だけど、堀口秀俊の好き嫌いすでにあった、高崎を、<laughs> 高崎を危ねえ危高崎事変みたいなやつとか、はいはい、あるいは堀口さんとの裁判とかを通じて、はい、そこが、 そこをどっちが攻略するかで、この勝負は決まるかもしれない。<ー>堀口を味方にしたら負けるし、かといって敵に回しても負けるし、はい、もう、何なんだろうね、ほんとね。これは複雑ですね。うん。深いし複雑ですねで。彼はただではやられないんで、はい、必ずやられるときは何かを道連れにするんですよ。うん。うん なるほどだから仮にね、加ス軍団が彼を堀口さん見捨てたらどうなるかと。加、はいはい、ス軍団のあいつはこれで、あいつはこれでこういうことやってて、こういうこと言ってましたって全部、ボロンボロン出てくると思う。うわ、そういうことか。恐ろしいなそう。ねはい、だから見捨てられないと。うん、な,なので、そこをついてるわけですよ。なるほど。<laughs> めちゃくちゃ高度な。高度ですね、うん。でも見た目上は まあ確かに何妄想をやってんのとてばかじゃないのってとか、やってんに見え僕も、補充戦の後そっちに移るのはどうかと思ったんだけど、<ー>もうそこしか、そこがもうやっぱ勝つには、うん、結局、マンゴーがこれ変えてるって言っても、はい、訴えてこないんですよ、相手は。<う>相手は匿名でやってるから。そうですよね 匿名であるということで書いていることなんで実名を明かすわけにはいかないですよ、はい、文長さんもそうだし、うんね、だからいくらでも誹謗中傷していいんですよ <laughs> そっかそのマンゴーさんっていう人が本当にいるかどうかすら分かんないわけですもんねそうこいつだろうってのはあるんだよだけどこいつだろうってのが出てくると、うん、そのまあ弁護士と言われてるんだけど、はい、弁護士として書くには絶対おかしい言葉か書いてるんですよんか名乗れないんですよはい、はい でもそういうのをリスクとして感じてはいないんでしょうかねだから訴えてこないのを知ってるからこそ事実的にそういうことなるほどなるほどこれは結構高度な戦いなんかういう、ね、確かにそっか、はい、法律の専門家だから、うん、分かった上でやっていると僕に対しては言ってこないのねこれに社内出版書いてるねとか言って,言ってこないの、はい、そしたら俺すぐ、はい、訴えれば、はいはい、即勝てるんですよだって違うんだもん、うんうん、証拠出してねってなるじゃないですか、うん 証拠出せないんですよ。ね、そうするとうちは勝てるじゃないですか。しかも開示される必要ないですからね。うん。もうアメ出版で出してやる。あ、そうそうそう。だ、うっかりそのライン超えそうになったのは周囲にはいるけど、ひまさらか本体とかはそういうことはしないわけ。うんうんね、だけどマンゴー文長とか言いたい放題そこは行ってこないの分かってるから。はい。そういうことか。だからそこにあえて行ってるってのもあって、信者信じるから、やっぱカルピス軍団悪いねと。うん。 行って戦いつまりそのヒール対ベビーフェイスの戦いの構図が維持され戦いがまだ続いてるという印象がしっかりあるから、はい、ユーチューバーとしてやっていくこともできるし、うん、そのこの後ちゃんとした組織を戦う時も力になるしと。深いということでえっ、ー、と。<laughs> はい まあ僕はだから暇まさ,らさんが言ってることの方が正しいとこは大きいと思ってるんですよ。はい、だけどそれが番号か文鳥かみたいのは多分違ってると思っててそこ、うん、に関してはですね、うん、違ってるのを承知で言うのもまあそれは作戦なのかもしれないしかんないです、ね、意外と作戦戦略はあんまり考えない人だなっていう気はしてんですよねああ<ー>。意外とね大枠は考えてるでしょうけど、ね、大枠考えてるうんまあそうですね うん、その場その場の判断で勘で動く人だなっていう、うん、だから読めないんですよなるほどねあの、うん、なんだっけ「キ,キングダム」で言うとあの人みたいな、ね「標高」「標高」「読んだ?」「標高」っていうでしょ「標高」だね「標高」っていうの、えー、天才型感覚型はい完成型だっけ理論型と完成型みたいなのがあってはい すひらめきで「うん、うぬこっちや!」進路を変えたりとかするタイプの将軍ですね。ひらめきタイプ。天才型って感じですね。うんうん、だから今は堀口だと思っているってことなんでしょうね。あなるほど。やっぱ良くも悪くも語気,が語気が強くなってきたんですよ。あ<ー>負けて自信がなくなったところを、はいあのー、もう石丸に勝とうったって,勝て同じ土俵にはいけないから、うん、戦ってもしょうがないんですよ。はいうん 彼はもうアメリカに行っっちゃたたみたいなことですよ自分の舞台だったらもうひたすら堀口っていうのがまあ強いよね相手も一番嫌だよね、はい、堀口さんのこといじるのやめろとか言って僕も言われるんだけど、うん、いやマスクのタキシードに行ってくださいよって思うけどでさらに今日は深まるんですよ、はい、風邪が治って調子がいいんですゴシップって何でしょうと。 ね、ゴシップって何なんだでこれ堀口さんがどうのとかって話ははい。まあゴシップではあるんですよゴシップね、うん、じゃあゴシップってなんですかそこなんですよねさっきも言ったんですけど、うん、ゴシップって何だろうゴシップ俺一回調べたんだよ昔ゴシップって何だったっけなうん、うん、昔三文ゴシップって歌があってうん、うん、シーナリングを東京事変とっちゃったから次飛ばす違う違います <laughs> あれ

えっと、あれ俺、AA 時点どうしたっけあ,あっこ。あ <laughs> ゴシップっていうのは、英語で言うと、はい、コンバーセ s ション、or n writing about other people's behavior and the private lives って書いてあるんですけど、はい、えっと、訳すと、誰かの他人の行動とか、プライベートな生活、はい にはい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 プライベートなことを話す書く行動誰が何したとはいはい石田純一にしようか石田純一が何どこに行きましたこれゴシップですねえっとだから芸能に多いんですねそう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 芸能ゴシップだよねだから芸能人の売りはゴシップソースっていうとこもあるよねなるほど あとはプライベートライブスだから誰々と飲んでましたとか単純に誰と仲良くて飲んでるとかいうのもまあゴシップではあるとゴシップニュースとしてのパワーが大きいのは誰々とアッパーホテルで不倫してましたとか,とか、ねうん、はいはいはい、はい、ゴシップ自体がなんか悪いイメージがあるけど、うん、実はゴシップというのは別に悪いことではないとプライベートのことだから今のご時世だとどうなんだろうこっち情報とかあるから。 うんうね、知られたくないだツイッターで誰かが自分で書いてて、うんはい、今日は家族旅行に行きますとそれについて語ったりするのはの、うんまあ、家族旅行行ってるんですねっていうのは問題ないよね、はい、ただ行ってないのに尾行して、うん、あ大きい荷物持って出てた,たとか、うん、これは旅行に違いないとかってやるのは紙一重だよね結局本人が嫌かどうかってとこにはあるよねで、あと オフ・インクルーディング、えっと、なんだっけ、アンカインドってなんだっけな、アンカインドは、不親切か、えー、オフ・インクルーディング、しばしば不親切であったり、えー、不真実、真実ではない、嘘のリマークス、特徴かな、うん、を含んでいますよと。おー、真実でないことも含んでるんだから、うん、ああ、なるほどね。 リマーかあれかジュジュかああそうかそえっとだからゴシップは嘘も含んでますってことでそっか不親切って書いてあるから公意、はい、的な内容、うんうん、足利さんがだから、はい、まあ足利さんのゴシップをする時に、うん、足利さんは歩いて通勤してますよとうん、うん、これは別に不適切でも不親切でもないじゃないですかあいつは いつもれるドンキホーテでがってますちょっとこれ不親切じゃないですか本当に勝ってるかどうかをちゃんと確認してなかったらアントゥルー真実じゃないことを含むとそういう意味で言うとこの高崎店は怪談なんですけど堀口さんの好き嫌いとかでやってることはゴシップなんですよ完全にゴシップってなんだろうっていうことにちょっとやっぱ向き合わなきゃいけないなと思っていて これがねやっぱハイブタさんの話の時もしたけど、うん、ハイブタさんがやってるのはエンタメ系ゴシップなんですね。もうゴシップをもうエンタメにしちゃうと、うん、まあそれはやりすぎだろうってなるんだけど、はい、本人がよしとするならいいんですよ言われてる本人がね言われてる本人は訴えないから、はい、訴えれば勝てると思いますよ、うん、それはだけど訴えないならどうしようもないと自分の権利は自分で勝ち取らなきゃいけないからね。はいうん でえっ、ー、とうちもだから誰から話をする「暇さらあかねさんこうなんだよね」とか言うとやっぱりゴシップ的なわけですよそうですね、うん。ちなみにゴシップも噂なんですけど、はい、個人に対するものはゴシップでルーモアっていううはなんかもっと事象について原発ってなんとかなんだってみたいな対象が人物ではないマクドナルドのハンバーガーってなんとかが作ってんだってみたいなルーモアみたいなのがあるんだけど、はい、人に絞ったのがゴシップね。 そうなんですね。じゃあ企業とかもゴシップにはなんのかな法人だからうんそれは多分ルームは完全に人物物ですね。人だと人だか個人個人ですねなるほどまあ集団まあ集団もでもルームはンなんだろうね統一教会がとかさはいはいはいなるほどねだからこのゴシップってのは人に対して言うんですけどネットでバズるやつ大体ゴシップですれ。うん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  だからこれ難しいんですけどやっぱり自治系を僕らもやっていこうってことにしたんですよ、はい、だけどさっき最初総裁選の話したでしょ、うん、あれ膨らませても誰も引かないでしょみんなやっぱりどこがゴシップが見たいはいでなんかね世界的に日本人とイタリア人だけゴシップが超好きらしいんですよあイタリア人も好きなんだそうそうそう,そう <laughs> なるほど阪神のこと書いてる新聞なんだっけデイリースポーツデイリースポーツだっけ 野球のあとじゃなくて、阪神の選手のゴシップ誌みたいなってるとのそうですね、阪神、何かがあっても、オフシーズンでも阪神、一面らしいですからね、基本的に阪神という球団がどうであるかという話より、岡田監督だっけ、今、岡田監督は、どっかでたこ焼き食って切れたみたいなさ、そういうのとか乗るわけでしょ、阪神の戦力分析みたいなこと、思うんしてないと思うんですよ。 中の方ではねマニアック向けな記事もあるかもしれませんけどね結局大衆に迎合するみんなに聞いてもらうにはゴシップっていうのが大事であのちょっと実験的に梶村さん来てもらった時の「政治とは何か」ってやつだったじゃないですかあれ全くゴシップじゃないですよそうかであれ3000ぐらいでしょあれはめっちゃ面白いんですけどそういうふうになるんですよ教養みたいな 逆にプラさんは同じ内容にタイトル変えたんですよ。はいはい、東大生が切る石丸は何とかだみたいな。うんうん、それめっちゃバズるんですよ。だから石丸真二っていうもののゴシップに仕立てる方が売れるわけですよ。うんうん、で、はい、これがね結構発見でだから僕たちの配信で言ったら堀さんの回ですよね。堀さんもそうだよね。はい、あれクソバズってるもんねうん、うん、桜木水さんとかがあの、えーとまあ、赤木レアみたいな人よ。 時事系のねああ,ああいう、はい、桜木水産はあ,のあれをやってるユタボンとかやってるんだけど<ー>まあこれゴシップだよねユタボンがボクシング練習してるけどどうなんとかさこうゴシップが強いと、はい、でさらに強いのはゴシップにされる人なんだよね語られる人が一番強いんですよ。はい 要すするるに数字を持ってわけでからねそそそうううだから立花さんとか N 極東のねはゴシップで語られる存在としてもいるから強いよねはいそうですね語るのもできるし語られるのもできるからはああなるほどねうちの僕のことを語る人っていうのはいるにはいるんだよねう YouTuber でもうん僕はそれは全然興味ないから聞かないんだけどはい 言ってくれば聞くけどさうん、うん、まあそりゃただそのそれがそんなに数字が取れてないんですよ申し訳ないことに <laughs> 申し訳ないそういうことですねでそれはやっぱ僕が取る数字の十分の一とかになっていくんだろうねうん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 暇空さんがやったものを僕らが喋ったらそのインパクトは十分の一になるかりやすいそういうのってあるのかもしれないなと思ってほ、ねうんうん。 なるだけでかいところのゴシップやったほうがいいっちゃいいわけですよだそうするとそれやってる人が多いからニッチの食い合いっていうのになるわけですよねでも比較もされちゃうでしょうしねあこっちつまんないとかそう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 で堀口系 YouTuber も大量発生してるんでめちゃくちゃニッチを食い合ってるんですよはいやっぱお互いすごい形制し合うわけよ食い合いだから何も知らず仲良くすんのは徳まねこ玉ぐらいのもんであいつはいいやつなんでねそうそうそう 大体は仲悪くくなっていくんですよそれはもうニッチの食い合いだから早く出す、はい、戦争をしてるわけだよね。なるでどうしようかなんですけど、うん、一つの知見としてはやっぱりゴシップ個人の噂話っていうのは人が好きだから、うんはい、そう見えるように番組を作るっていうのは、うん、そこそこ有効この YouTube ではね。はい まあ、テレビ番組で言うならそうですねでえー、っとね僕らが佐野改修の話を「オールマガジン」でした時に、うんはい、多分俺に対してじゃないんだけど鹿島のバンキシャの田中茂さんが、うん、なんか自称ジャーナリストなのに取材もしないで、うん、佐野改修のことを悪く書いたメディアまたやんのかなと書いてたんですよ。僕ジャーナリスト名乗ってないから多分僕じゃないと思うんですけどまあそれってでも。 ネットだだとそううよなって思うね、うん、ネットのゴシップ的には噂話の段階で話さないと仕事にならないですよ、うん、ちゃんと取材しちゃうとおしまいみたいなとこあるまあまあそうですね,ね、うん、だから噂話を楽しむコンテンツっていう意味で言うと僕ら佐野海修のこと悪く言ってないんですけど、うん、もうめっちゃサッカー寄りの人なんで今佐野海修の周辺見ると えと逮捕されたんですけど実は相手側が仕組んでて同こどの陰謀だったみたいな感じで、うんうん、噂話で盛り上がってるんですそこまでは参入しないと思うんですけどうちはゴ、はい、シップっていうのはその取材はちゃんとしないっていうのがうん、うん。<laughs> で噂話をどう楽しくするかっていうところになってくるとあとは速度とか、はい、どれをどの噂話を取り上げるとか、うん、どの個人を取り上げるとかだよね取り上げられる方になったらもう逆に喜んだ方がいいと、うんうん、不愉快であるかもしれないけど、はい、語る人がいる語られる存在になるのが大事だって猪木とかも言ったよなので。 さらに言うならば僕らの放送でただゴシップだけやっててもしょうがないっちゃしょうがないでじゃあどうしたらいいかとそこでやっぱ僕がやるべきはもっと広く普遍的一般的な原則へと導いていくのが大事かなと思うんです今回の高崎事変も怪談だしゴシップと見る人もいるだろうしっていう話じゃないですかこれ話して「ゲッヒヒヒとは。 <laughs> R4 とゲキゲイとなんのもゲキゲイとなんねえわねそれもいいんですけどゴシップなんだとこれは個人の噂話なんだと、はい、いう学びが得られましたよねそうですね、うん、自分たちは誰から噂話が好きで、うん、えと学術的な生物可用学って何なのとか、はい、テキスト分析学って何なのってことはそんなに興味を持たないとだけど こういうゴシップからそこにつなげていくっていうことをすれば、はい、すごい僕らとしては仕事として、いい仕事をしてますよね。うん、メンバーシップではそれやってるんですけど、はい、まあ、下水ゴシップを、うんまあ、批判される覚悟でやりながらもですね、はい、やっぱこのそこから、 僕だってそういうのを使えてると聞きたいから、うん、その良質なゴシップをやりながらですね <laughs> 良,質良質なね良質なね要するにアントゥルーアンカインド、うん、えと不親切で、はいえー、虚偽を含むような噂話じゃなくて、はいね、そこから学びがあって、はい、そのより テーマはゴシップだけど学びのレベルは高いっていうようなチャンネルを目指していけばいいんじゃないかなってそうですよねこの事表に対してこう思ったとかこうなっていくんじゃないかとかその背景だったりとかですねそうですねっていう感じのこと考えましたとああなるほどはいなんで足利さんもゴシップを頑張ってそうですねあんまり基本的にもともとなんでか分かったその話を聞いて僕あんまりゴシップ好きじゃないんですよあそうなんだそうはい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  自分でで言っちゃうからいいけどお花畑的なな人んすよリアルよりもはい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 だから映画も本当は好きなんですよはいはいはい映画よりもプロレス見た方が楽しいと思っちゃうから映画をよけてたんですよ今までなるほどね時間を映画に使うんだったら1大会見たいみたいなでも最近会ったプロレスの先輩たち映画詳しくてちょっと今反省して少しずつ映画を見ようと思ってプロレス映画調べといてよあプロレス映画はいはいわかりました一緒に見ようよはい見ましょう見ましょう まあそういういことでね一番すごい人はゴシップも詳しい映画も詳しいプロレスとかサッカーも詳しいってっ、うん、やっぱすげえなと思いますねゴシップ楽しいんだよ中丸さんその辺にちょっと入ってますから <laughs> 俺ゲスの話大好きだから <laughs> ゴシップ好き勉強も好き <laughs> なんかそことそこと向き合うのもね結構大事で確かに、うん、今まで僕はちょっとそういうとこまあね逃げてきたっていう感じもあるんで ちょっと向き合っていろいろやってみたらまた僕も視野が広がって楽しい両翼持つといいよね。片方は出版社としての翼があってもう片方は出版で言うならばえっとなんか娯楽漫画娯楽とかあっちのあっちのチャンネル両方あってでゴシップであることがいろんな人の接点にもなるしあ社会とかもね見えてくる。 でしょうかということでですね。気づきがありました高崎事件は完結ということで。完結で。学びはですね。ガールズバーにお菓子を買ってくんであれば、行ってシャンパンを開けてあげた方が、その子のバッグになるんで。家のバッグになるんで。菓子なんか金になんないでしょそうですね。だったら1000円チップであげた方がいいですよ。はい。1000円チップでもらったって、そのお店の中での位置が、 上がるわけじゃないじゃないですか、売り上げがね。そうですね。この子売り上げ上げてるねってなる方が、ね。せっかくでしたらね。ね、いいので、シャンパンを飲みましょう飲みましょうということで我々もシャンパン飲めるように頑張ってやっていきましょうやってきましょう。プロレス団体でもあったでしょゴシップってね。まよ。せーの、ゴシップ、ゴシップ。ゴシップ、ゴシップ。ハッスル、ハッスル。ハッスル、ハッか。はい、というわけで、 えっと、メンバーシップの方で、えっ、ー、と、来週ですね。はい。生物海洋学入門、えー、読むための理論、<laughs> 読むための理論の続編を出していったりとかですね。はい。あと、ブラジルに旅した時の話とかもしていこうと思っています。いいですね。うん。で、あのー、お試しの1本目は過去ログにあるので、はい。そっちを聞いて面白かったら是非ね、メンバーシップ入っていただければと思います。お願いします。はい。というわけで、チャンネル登録といいねをね、是非よろしくお願いいたします。ありがとうございました。